次にこれは宇宙戦艦ヤマトを作った男西崎慶喜の狂気牧村康正と山田哲んっていうのが2人で協調ですね講談社から出ておりまして1,500円プラス税ですがご存知ですか西崎義信って私はひょんなことから違う方向で知ってるんですこいつ悪い野郎でしたもう亡くなりましたが。 亡くななる前からとんでもないあの野郎だったたまたま戦艦大和で当てたけどこいつ当ててない時ほとんどホステスさんに食らいついてひもになって食ってる時知ってるんですよその店で私日き語りやってましたから紅ちゃんって子はその店に借金作ってやめざるをえなくてそれで大阪かどっか行ったんですがその後行方分かりません全部西崎ですそれはもう聞いてるいつもカウンターにってキザな格好してね 確かに女から見たらちょっと危険な男でいい男に見えるんでしょうが嫌なやつでした私はこいつがカウンターにいる時には弾き語りは普通カウンターで休むんですがカウンターにいませんでした寒くてもまあ雪は東京だから降りませんけど銀座の外で景色見てました嫌なやつで目つきの悪いいつか何かやるなと思ったら当てちゃった宇宙戦艦大和でこれの当てる前でしたその後次から次へと手を下したんだけど宇宙戦艦大和の絵にはうまくいかなかった 凋落ってほどじゃないんだけどこの本を読んだら一番受けている頃には勝先生と飲んで遊んでいたとかそういうのも出てきちゃってすっから不愉快になったただまあ勝先生がそこでえどうにかしたとか浮いたとかいう話は一切ないんですがこれでもまだ美化してるぐらいですね私にとったらまあ基本私は死んだ人間は死んだら仏だからって言ってますけどこいつに限っては死んでもよくは言えない、うん、当て物屋です。で、 女でとりあえずその長い間食ってたってことは確かだ俺そういうやつ大嫌いなんですよ今でもそうですがで女性の一番弱いいとこをつけ込むっていうやつもッなんですよ犯罪でも本当にも行き場がないぐらい憤りを覚えるってのはあるでしょ、まあ、大抵の犯罪でその共鳴共感するなんてものは一つもありゃしませんがね高校生連れ込んどいて逃げられないようにって後ろから入って首絞めたなんてバカ野郎どうにもなりませんよこんなものを。 そんな奴らに対してははこの国の国刑罰は軽すすぎると思うぐらいですもちろん偽のはそういう犯罪的ではないですよ。まあ、いわば騙された女も女じゃないかといやそこまでですがね目の当たりにしてますんでねでこれはあくまで宇宙戦艦ヤマトを作った男としての彼の周辺の物語ですがもちろんいい書き方ができようはずがないんですよ。ャルタってだけどなんか改めて こいつに対して持っていたあの頃の嫌悪感まだ私は二十代ですからねに持っていた嫌悪感がふつふつとこう立ち上るというそんな気配でしたね立ち上がりましたね陰楼のように嫌な人間を見てしまったって銀座でもいろんな嫌な人間見ましたよだけどそれを長期しにするくらいやはりこうなりなとげたいい人たちを見ましたんでじゃあどっちだって言ったら私にとってはやっぱり十一年 プラスの方が多かかったかもしれないけどでも11年間イケレンだったところを見るとひょっとしたら本当はマイナスをプラスの方が多いと自分に言い聞かせてたかもしれないそれの最右翼の人物ですだから読んでやろうと思ったんですでも人に勧める気にならないこんなことで世の中渡れるんだと思ったら変な本が出たもんだと思います。まあ、本に、うん、悪い感じは抱きませんけどね そういう経験をしました。もう読みながら険しくなりまして